自分の父がその自営業で居材店を営んでいるんですが、お客様に荷物を届けるっていう業務があって、そういう関係で元からもともとその物流業っていうことに興味があり、その地元でもその信頼がある天野海藻店に入社させていただきました。高校の先輩方が多く入社しているんですけど、その見学させていただいた時にその先輩方がフォークリフトで作業しているところを見てかっこいいなと思って入社しました。お客様からトラックで届いた荷物に一つ一つにマークが貼ってあるんですが、そのマーク と、書類のマークが本当に合ってるのかっていうのをチェックしたり、この荷物を下ろしたり保管場所に移動させたり、それをコンテナに詰めたりっていう風なフォークリフトでの作業もしています。お客様の荷物を一旦お預かりして保管をして、それを海外に届けるという面で日本だけでなく、海外の人々の生活の支えになっているということがやりがいです。成長を感じるときは先輩方からの指示されて動いているのではなく、その指示をされる前にその動けるようになったりだとか、フォークリフトでの作業で今までは扱えなかった荷物を扱えるようになったり、自分の思うようにその荷物を配付けできたりしたときが成長を感じるときです。天野の一言で表すと信頼です。やっぱり物流業っていうのはお客様からの信頼があって、その荷物をお預かりさせていただけるところもあったり、その地元でも何て言うんですかね、信頼を置ける会社だと思っているので信頼ですね。休日の過ごし方は趣味に時間を使ったり、友人と遊びに行ったりお食事に行ったりしています。趣味は、ウェイトトレーニングをしているんですけれども、ジムに行って体を動かしたりしています。学生のうちに挨拶とか礼儀とか社会人として基本的なところをの習慣を身につけておくところと、あとはメモを取る習慣を身につけておいた方がいいと思います。あと何年か後にはその自分のように高校卒業してその現場で働くっていう子が入ってくると思うので、その子たちに憧れの先輩っていうふうに言われるようになりたいです。僕たちと一緒に働きましょう。